すごっ。なんかさ、お風呂上がりっていうわけではないです。あの普通にあれです、前髪だけ癖を取るためにあの濡らしただけだから普通に朝ですよ。あ、てかさ、今さめっちゃさあの嬉しいこと思っちゃった。なんか今5時半ぐらいじゃないですかにショールーム始めてみて、そしたら結構たくさんの人があのおはようってさあの来てくれてさ、だからそんだけの人がさ京香のことをフォローしてさ通知を取ってくれてるってことですよね。なんか今になって嬉しいこと思いついちゃったな、まあ、どの時間にやっててもそうなんですけどね。おはようございます。いや早起きなんですよ今日は。今日はね 5,6 時間寝ました。意外と でもねマジ眠い。大丈夫かな今日か、ほんまに6時間寝ないとダメで、でも5時間寝れたなら結構でかい。なんか昨日さ睡眠じゃない仮眠、お昼寝を2時間ぐらい3時間ぐらいしちゃったからさ、なんか全然寝つけへんくて。寝ぼけてたの助かりました。おはようございます。てかみんなこんな時間から起きてすごい。お仕事ってこと？今日かね、またね携帯がなくなっちゃったよ。ありました。スキー早すぎ、みんな起きるの早い。え、多分関係ない。今日かはマジで個人的な理由です全然仕事じゃない。ちなみに今こんなプライベートでさこんな早起きするの初めてやねんけど。プライベートの時こそ早起きしちゃう。嘘でしょ、そんな1ミリでも長く寝るけどな。服一生決まらん、どうしよう。なんか18度ってさ強化からすると絶対に上着いらんねんな。曇りの18度って結構寒いかな。マジで暑がりすぎて、え、そうパジャマ超可愛いやろ。これはね、実はね、デラピケです。めっちゃ袖長いね。
かウォンジョンヤのシャンプーやばい、マジでいい匂い。なんか朝起きた瞬間にさ髪の毛いい匂いってなる。しかもなんかめっちゃ綺麗になる。ございます。朝しっかり起きててびっくりした。マジ今日だけです。普段はねマジで起きない。てか今日なんで起きれたかもちょっとわからん。なんか最近寝坊せえへんねんな。結果普段からね、せえへんけど、そんなに。お出かけ楽しんでいきます。ちょっと早起きなんですけど。今日はね、急遽決まったからね、ワクワクしてる。今日はこういう急に決まるの大好きなのかもしれない。なんかそういうさ、MBTI するらしい、あるらしい、突発的な行動するのが好きな人。と、計画したい派の人。みたいな。今日はなんか両方金揃えてる気がする。計画するのも楽しいし、あのマジその場のノリで決めるのも結構好きです。めっちゃお腹すいた。今日は朝からお腹すいてる日や。なんかめっちゃお腹すく日とすかん日あるくない？嘘からキュッピー見れてる俺幸せだわ。幸せですね。おはよう。え、マジ何着よう。寒いかな。ちょっともう一回気温見よう。ホルモン食べた。すっごいな。今日のこのいる人の中で一番すごいと思う、朝ホルモンって。濃いものはその時の気持ち気分によるかも。でも今日は何でもいけそう。ごくまありがとう。というかねマジで朝食べられへん人なんですけど、めっちゃ食べれそうな時はマジ食べれる。19度20度、いや絶対上着いらん。マジ誓える。クマありがとう。19度20度、絶対上着いらんくない今日。ニットだけにするか。いやマジでニットだけやなこれ。朝カレーもちょっとならいけるかも、お腹空いてたら。大阪20度今この朝で。やば、今日めっちゃ暑いやん。今日がほんまに暑がりすぎてさ、なんかしかも歩くの好きやから歩いてたらめっちゃ暑くなるんよ。でなんかこの間なんか薄めのニットみたいな生地にレザーのジャケットみたいな着ててんけど、それでも暑くてジャケット脱いでたもんこの間。自分の涙で起きた。嘘でしょ。どうしよっかな。まあ一応持っとくっていうのもまあ一つの手やけど、絶対預けちゃうと思うよ。ほんまに荷物持つのが嫌い。
どうしよう。でもなんかたくさん歩くときって絶対ロングブーツじゃない方がいいやん。ロングブーツなんかめっちゃ足痛くなっちゃうからっていうのをずっと頭の中で考えて。でも白がいいねんな、やっぱあれがベストなのかも。うん、そうですわ。やばい、虫に刺されたかも。めっちゃ痒いねんけど。めっちゃ痒い。終わった。うわあ、今日友達と遊ぶときいつも遅れちゃうねんな。これどうにかしたい。外寒い。一応上着着とこっかな。一応ね。こんばんはって言っちゃうとか、外って明るい？ちょっとまだわかんない外の景色が。大阪のイルミネーションを見に行きたい。あの御堂筋めっちゃ見た。でも結構堪能できた。なんか去年はマジでなんかクリスマスとイブとクリスマス当日まで公園があって、なんかマジでクリスマス感なかったんですよ。しかもそれまでも多分あんまりクリスマスしてなくて、だから去年はほんまに急にクリスマス来てたみたいな、しか終わってたみたいなやつ感じやったけど、今年はなんかもうすでにあのなんかイルミネーションめっちゃ見れてるから、結構ね、もうね堪能できてる。日の出6時半。え、そうなん？かゆ、絶対虫に刺された、つらい。てか普通にみんなこれはお仕事ってことですか？なんかお仕事行く朝やのによく見てくれますね。優しい、心優しい。まあ、結局おろしだ。うん、どうしよう服ほんまに。あ、てか土曜日か今日。休みじゃない？休みやのにそんな早起きするの？通知で起きました、すごっ。いやー今日か朝配信とか絶対無理やで。だって朝起きひんもん。今日はほんまに番外編。うん、15分経った、早っ。髪の毛やってたら15分経ちました。ということでそろそろ終わるかなと思います。でもパック貼っちゃったからちょっと別やらないといけないんですよね。外は危険がいっぱいだから気をつけますね。やっぱ人が多いから。
あ、クマありがとう。いやマジでそう、メイクのことがなかったらもっとなんかどうにかなってただろうなっていう子もとか、メイク薄い人とか、今日がマジメイク時間かかるからさ家出れないんですよね、髪の毛もこだわりが詰まっているので。え、マジすっぴんで絶対外出えへん、どんな予定だったとしても。それだけはない。絶対出えへんな、なんかもうほんまにピの時は絶対にマスクと帽子かぶる。なぜなんやろ。やばい、お腹すいた。今日なんかご飯食べたい気持ち。クマたくさんありがとう。こんな無言でさパタパタしてるだけなんですけどでもなんか目覚めてきた、めっちゃ。すっぴんも好き、マジですか。なんか今日がすっぴんほんまに別人やなって思うねんけど、そんなことない、もしかして。クマたくさんありがとう。え、これ合ってる。なんかパウダー詰め替えたやん昨日。なんかめっちゃ浮いてんねんけど。がっちりフィットしてない感がすごい。ちょっと原因分かったかも。なんか後ろにシールついてたけど、それ剥がさなあかんかったんかも。ちょっと後でやってみます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さんこんな朝早くからありがとうございました。マジで服どうしよう。バイバイ。13位健三、12位宇治、11位サミット、10位富士山、9位シイ、8位ゆうちゃん系うかに、7位味方町、6位カーショー、4位5位
ズッキー4位、チェリアーマ3位、マリナス2位、吉宗1位、マイケルでした。ありがとうございました。またねー。